講師の先生なんですけど、二子玉川のボックスのミイラというところから石田裕子さんにお越しいただきます。石田と申します。よろしくお願いいたします。で今こちら持ってるノートの柄はこれはドイツの紙でして、こちら側の方は日本の和紙を使ったボックス&ニードルのオリジナルの紙になります。でこちらがオリジナルの紙と、あとこの辺りがイタリアのキャンディー柄、なんかはイタリアの紙ですね。何が見えるの？ありますね。重ならなかった方は取ってください。水をちょっと加えて湯煎で溶かしたものを使っていくんですけれども、紙の左側を押さえて一気に塗っていきます。あまりこの二皮の塗ったところが重ならないように塗ってください。で上からのせていきます。ちょっとスペースの空きが上下違いますが、このくらいなら大丈夫。どちらでもいいんですが、一応長い方からしっかり角も立てて、長い辺から貼っていきます。それで表紙の表から見たのは完成ですね。でここに無地の紙をそれで貼っていきます。こういう感じで貼りますね。が上に見えるように開けていきます。で奥まで入れ込みます。入れ込んだら手前の長いレバーの方をちゃんと下ろすと、こういう風にもう一発で全部穴が開きますので、方がこの長さです。長い方と短い方、緑のお見本を置いておきますので、ありがとう。ゴムを外側から内側に向けて入れます。それでこの金具が、一つがこう突起のある足のあるもの、足がある方を柄の外側の方から穴に差し込みます。こういう感じで入れます。この穴とこの穴が合うように乗せます。でここ私ゴム押さえてるので、そこにその向きで乗せてください。位置がだいたい合ってる。あ、そのくらいで大丈夫です。でギュッとしっかり止まりました。このハトメが止まればあとは早いですから。止まりました。ありがとうございます。止まれば。
を止めるときにまず差し込む向きがあるのでそれのご説明をします。表紙とリフィルはそのままで裏表紙だけ完成形からペラッとこうめくった時の状態にしてください。そうしますとこのような状態になります。ちょっと今まだここの隙間が空いているので外れてしまうんですけれど、ここをこの機械でぎゅっとこう絞ってページが外れないようにしていくので、この裏表紙を前にするのだけ忘れないようにしてください。でこれが輪っかがはまりましたら、ここの機械の一番奥のスペースに差し込んでください。この金具が支えてくれるのでここはもう押さえなくても大丈夫です。でここに置きましたら、さっき使ったのではない方、奥の方のレバーを手前にギュグッと引きます。引くと完成です。ここですね、はい、そうですね、だからですね、こんな感じですね。これで、これで止めて。